1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日？6月14日世界献血者デー。 AB 様式血液型を発見した生物学者カール・ラントシュタイナー博士の誕生日を祝して国際赤十字、赤新月社連盟、世界献血団体連盟、そして国際輸血学会が合同で6月14日に記念日を制定した国際デーの一つ。血液の中には赤血球が含まれていますが、その赤血球の表面には250種以上の分子が付着しています。かなり大雑把な表現ではありますが、その付着している分子は抗原と呼ばれているんですね。カール・ラントシュタイナー博士は抗原がいくつかの特徴を生み出していることを突き止めることに成功し、カール・ラントシュタイナー博士自身の血液が発している特徴を A 抗原と名付けました。次に A 抗原とは異なる種類の特徴を発している抗原を B 抗原と名付けます。さらに何も特徴を発していない抗原を C 抗原としました。このことから A 型は A 抗原を発現する分子、B 型は B 抗原を発現する分子、C 型は何も発現しない分子と区別されるようになりました。またその後、A 抗原と B 抗原の特徴を合わせ持つ AB 抗原が発見されたことから AB 型が加えられました。A 型、B 型、AB 型ともそれぞれの特徴ある抗原を発現する分子なのに対し、C 型は何も抗原を発現しないことが特徴の分子だったことから、ゼロ型に変更した方がいいのではとの意見が研究者の間で出始めます。このことを論文で発表した際に、A 型、B 型、AB 型、ゼロ型と並んで表記されたゼロをアルファベットの O に読み間違えたことから、O 型と呼ばれるようになったとの説が有力で、他にもゼロは無であり、無または何々がないという意味のドイツ語の頭文字を取って O 型としたという説があります。さて、人類最初の血液型を皆さんご存知でしょうか。一説には紀元前およそ40万年頃に初めて人類が誕生した時のその人類の血液型は O 型だったとされています。血液型の誕生順ですが、まずは紀元前およそ40万年頃に O 型が、そして紀元前およそ25万年頃に A 型が、そして紀元前およそ15万年頃に B 型、そして1902年明治35年頃です。この時に AB 型が見つかりました。そして世界で最も多い血液型は O 型です。2018年時点で分かっている範囲では世界全人類のおよそ4割は O 型とされています。血液型別人口割合ですが、 O 型がおよそ4割、 A 型がおよそ3割、 B 型がおよそ 2.5 割、そして AB 型がおよそ 0.5 割で、特に男女問わず南米のおよそ7割から8割は O 型と言われています。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日？今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。